ということでですね、本日はここ新宿に来ております。ということでですね、ここアワーグラスに来てるんですけど、なんとなんと、あ、ごめんなさい、今撮影中だな、すいません、はい、じゃあちょっと仕切り直して、ということでですね、今日はですね、ここアワーグラスに来てるんですけど、なんとですね、あ、ごめんなさい、ちょっと撮影なんですよね、ごめんなさいね、ちょっとね、ごめんなさいしねね、本当ね、なんとなんと今日はですね、アワーグラスに来てるんですけど、ここにはですね、面白い店員さんが2人いるということでですね、なんかこう、なんでもこう変わったカクテルを出してくれるというところらしいんですけど、あ、ごめんなさい、ちょっと今撮影中なんですよね、ちょっとね、やっぱ通じないから、ね、通じればわかるんですけどね、ごめんなさいね、カメラマンさん。ということでですね、ここには面白いカクテルを作ってくれるバーテンダーさんが2人いるということで、今日はですね、ちょっと突撃で行ってみたいと思います。レディーゴー。よっしゃっせー、よっしゃっせー、なやちゃんとココアでお送りします。よいしょ。さあ、どんなの作ってくれるんですか。どうしようかな、エチエチなの、エチエチ。え、やばい、緑だ、緑、なるほど、なるほど。皆さんお酒強そうだ。よくわかんない。勢い余って全部出ちゃうぞドリンク。そこじゃないね。明るいわ。すごい。分離しちゃってるもんね、もう。これ理科の実験ではないんですよね。どう思いますか、みなくん、この状況。いや、これはとてもいい状況ではないと言えませんね。そうですか。おお、噛んじゃうんだよね、トマトジュース。そういうもので。全然倒す。すごい。非常によろしくないですね。タイトルを、タイトルですか。60分3000円。お酒です。みなくんが酒に飲めばいい、うん、そうだね。でどっちが美味しいかちょっと、だってこの撮影シナリオないなんでポットでの俺が一番飲んだんだ。あちらのお客様からです。あちらのお客様の粗相、じゃあ粗相は渡さないで。汚っ、えっ、汚っ。うちの池の前ですよ、池の前。池とかでもない。これ何、これ。キーフパーリー泳いでるけど、でも飲まないと分かんないですからね。だってゲテモノも結局味が美味しいんだよ。なんでゲテモノとか言うんだよ。あー、例え、コンペで作ってるやつだよ。じゃあ心が出てる、これは。みんな飲みたい方が待ってるんで早くしてもらっていいですか。取れました。じゃあもう嫌がるとこ取れましたね。メネ君、こっちも飲みたいから一気だけはやめてね。本当にやめてね、ミネ君。作るの早いのがマジで。数字取ろうとするんだよね。いや、雑な悪ノリはやめてじゃあ雑な悪ノリはやめてショットグラスに移してさ、みんなでシェアとかでもいいんじゃない。そうだね。うわ、いい人いた。悲しい平和や。一番入りたくない池の色してる。一番無邪気な子供でも泳がない池の色してる。行く時は一緒だよー。はい、じゃあいや、これ一周回ってカレーの味して、俺なんかカレー食ってるような感じになっちゃって、これいけますね。いけますか。これなんか一周回ってあの人たち演技っぽいですこれ。あ、また営業だじゃん。だけどもあのゲロだけ言ってもいいですか。次のもう一杯じゃこれで、これで決めます。ダメです、全員飲みます。あ、うちのココアさんが、ココアさんがね、全力で作ってる。とろみがすごいんだな。あ、すごい、あ、すごい、とろとろしてる。これタイトル何でしたっけ。60分3000円。あ、これダメなやつ。やばい、ダメなやつ。やばい。さっきのカレー粉でちょっとごまかして、これはちょっとちゃんと、どっちがすごいカクテルを作れるか、やっぱ勝負だから。バ、ね、ーテンダーの長がかってるか、やっぱり。そうだね。行きましょうか、行きましょうか。行く時は
一緒だよ。まずそうな下りは取れたの。あと、違う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 。すみません、せっかくね、作っていただいて、ね、飲まないわけにはいかない。行ってきます。口の中残ってる。行ってらっしゃい。行ってきます、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 行ってきます。ミネ君残ってるよ。ミネ君残ってる。ミネ君残ってるよ。ここは内臓のショットが残ってるから。イエーイ。イエーイ。行ってきます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 。これはユーチューブさん待っていいですか。行ってきます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 。よーってなって。いや普通にイマラチオぐらい粘液出た。日常忘れて飲めの峰さんが帰ってこないんですよ。峰さん、峰くんエンディング声だけ出演になってる。怪人のエンディングだ。また頑張るマジックさんご一行待ってます。お待ちしております。峰くんまた行こうね。